相崎亮平、木田博人、大陣哲之介、ミッドフィルダー稲森安人、木戸優斗、木浦キリナ、一歩ずつ三つ目、三山達也、工藤昭雄、野坂優馬、ディフェンダー風丸一郎と安作雄一郎、鈴木志郎、坂の上昇る、岩戸隆、ゴールキーパー西影誠也、鷺沼治、キャプテン遠藤守る、ダイヤモンドへ、今度こそ止めてみせる、空神雷神、ほう、ザ・タクティクス、ジュート・ゴー、よし、道は見えた、いよいよこの時が来た、ラストリゾート、シン止めろ、なんだこのシュートは、一体なんだ、ファイヤーボール、これは何というシュートでしょう、もらった、味方同士で激突だ、大丈夫か、ソク、ソク、ミンウ退場です、ソクさん大丈夫ですか、ソク、邪魔者には去っても、ここに来て個人技が炸裂、神と悪魔は相入れないどころか熾烈な一騎打ちをしているようだ、よこせ、俺が決めてやる、なら取ってみろよ、いけねえ、俺様をなめんなよ、知るか、見せてやる、俺の神出殺技、ペンギンザ・デビルをな、ペンギンザ・ゴッド・デビル、ゴール！ここで試合終了！稲妻ジャパン！くそ！日本の実力があそこまで伸びているとは。お前の役目は終わりだ。待ってくれ、もう一度チャンスを。
お前は使命を全うできなかった。離せ。おい。遠藤、これでお前も最後だ。避けろ遠藤。なんだ。大丈夫か遠藤。ああ、軌道が声をかけてくれなきゃ危なかった。ひどい。誰がこんないたずらを。いたずらだと。ふざけるな。明らかに遠藤を狙ってやっただろう。一押し。何言ってるんですか。僕は何も。信じてください遠藤さん。おい待てよ、落ち着け軌道。つまり僕とまたサッカーやりたいってこと。ああ、この前のリベンジだ。やられたらやり返さねえとな。あれ、リベンジするんじゃなかったっけ。今度こそ奪ってやる。なんてテクニックだ。ラフプレーが得意だって。話が違うじゃねえか。確かに前はそうだったんですよ。1対1じゃ拉致が開かない。囲い込んで奪おう。無駄。動きが読めない。稲妻ジャパンの実力ってこの程度なんだ。ジェクシャー。気をつけろ稲森。ハイダヒ。どこからやってやがる。しまった。食らうといい。タイムトラブル。フジライジング。ゴール。キーパー遠藤、今日は不調なのか。技を出すタイミングが完全にずれているぞ。どうすればあれを止められるんだ。止められないのか。止める方法はないのか。いや、ここはある。絶対にある。まだ俺に見えていないだけだ。絶対に探し出してみせる。よこせ。おっと、灰崎とキラヒロトだ。ヤズマジャパン、巻き返しのかかった後半戦、一気に上がっていく。行くぜ灰崎。ほらや。一本強烈なパス回しだ。ナイストラップ。一星、大丈夫か。はい。あいつら。ボールを持ったのは新たに入ったルシファノス。何者だあいつ。通しませんよ。ルシ、ターゲットロックオン。お日様の元に照らし出してやる。ルシ、またお前キル、審判。坂の上、どうした。そんなの聞かない。おっと、稲森が来た。俺は、
俺は正々堂々とサッカーがしたいんだ。ヒューラさん、次の作戦だ。またお前かかったな。作戦通り、仕上げはこれだ。氷の矢。何？何でしょう。ボールに異常があったようです。ルシのアイデンティティ消滅。タイムトランス。空心雷神。出てこい、三つ目の魔人。やったぞ。知ってるか、太陽のサタンだかなんだか知らねえが、見せてやるよ本物の悪魔ってもん。悪魔だろうと天使だろうとひれ伏すしかないんだよ、神の前にはな。俺に考えが。そうはさせない。妨害してやる。行くぞ。面白い。一星、大丈夫か？立てるか？すまん、手が滑った。キド、お前は、お前だけは絶対に許さん。薄汚ねえ裏切り者が、二度とピッチを踏めなくしてやるぜ。これでとどめだ。許してはおけない。次の試合で型をつけてやる。キド、全員その場を動くな。我々は FFI 管理局のものだ。はあ、それは俺のでこす。か
勝手に何触ってんだよ。おやめろって。何なんだよ。ここのロッカーを使用しているのは俺です。これはドーピング効果のある薬物だな。なんだと。ドーピング違反により木戸優斗、君を代表選手失格と見やす。木戸待ってください。木戸がそんなことするわけない。言い分は取り調べ室で聞く。木戸待て、話を聞いてくれ。これは何かの間違いだ。木戸、木戸。ああ、木戸さん失格になっちゃいましたね。一押し、てめえが木戸をはめたんだな。何のことかな。だけど良くないよね、ドーピングなんて。木戸さんがそんな卑怯なことをする人だったなんて、幻滅だな。てめえ。いいのかな、灰崎くん。ああ、君も木戸さんみたいに選手生命を失いたくなければおとなしくしていた方が身の程だと思うよ。なの知ったことかよ。やめろ灰崎。邪魔すんじゃねえよ。今問題を起こしたらお前まで試合に出られなくなるぞ。そんなことになったら軌道が一番辛く思うはずだ。アスト君、ありがとうございます。え？あの時助けてくれたおかげで邪魔者を消すことができました。あの野郎、アスト、てめえが邪魔したせいで軌道は、軌道はくそっ。やめろって灰崎。うるせえ。なんで俺が。軌道は予定通りチームから脱落させました。心が痛むか。いえ、ギリカナン理事長の命令だ。我々が目指す理想はパーフェクトワールド、完全に掌握された世界だ。その実現のためなら手段は選ばない。そういうことだ。俺をどうにかするつもりなんだ。まあ湖のほとりで転んで足に怪我をすることもあるよな。わかりやすいね君ら。それ以上無駄口叩けなくしてやるよ。よっこいつ、くそ。どうしたの。足は一流だけど手は三流以下みたいだね。あれ、もう終わり。おっと、背中がガラ空きだぜ。灰崎、やっちまえ。灰崎、こんなの俺は納得できない。アスト、そうだぞ。つうか、昨日お前から食らった一発まだ痛むんだからな。てめえは突っ込んでろ。こいつは暴力以上のことをしてんだろうがよ。灰崎、そんなアマちゃんどもほっといてさっさとやれよ。ダメだって。おお、お姉ちゃん、カラオケ行かねえか。デュエットとかしようぜ。なんだその目は。こいつ俺たちをバカにしてんのか。おい、お前らなんだ。遠藤さん、行きましょう。おいおい、釣れない態度を取ってると痛い目にあっちゃうよ。手を離せ。どうしたんだよ。何をされた。腕を折られたんじゃないか。君たち何をしている。おまわりさん、この人が暴力を。この人、よく見たら少年サッカー日本代表の人じゃないか。そうか、君ちょっと署まで来なさい。俺は何も。違います、遠藤さんは何もしていません。とにかく事情は署で聞く。来なさい。
今日の日本、何か冷静さを欠いているように感じるぞ。ただいま。ゴージン先輩が出るのはまだ早い。あの程度の雑魚に先輩のファイアレモネードを使う必要はありませんよ。はあ、野坂！面倒な奴が帰ってきやがったぜ。野坂さん、お帰りなさい。やあ、西影。で、体はもういいのか。野坂、心配をかけたみたいだね。試合前の最後の検査がギリギリになってしまって。ってことは試合に出られるのか。あ、間に合ったようですね、野坂君。これをキャプテンとして遠藤君のピンチヒッター頼みますよ。はい、精一杯やってみます。はい、ありがとう。あいつ早い。前半の試合を移動中に中継で見ていた。君たちのやり方は把握している。やっていることが分かっていて、かかるわけがないさ。それなら俺が。まさか味方から攻撃されるとは思ってないだろう。何これは美しい。大阪ユーマ、まるで全ての選手がどう動くか分かっているかのようにかわしていく。無駄な動きが多い。何なんだあいつは。野坂やっぱすげえ。皇帝じゃなくてもいい。ただ僕はサッカーをやっていたい。蹴りたかったんじゃないのか。戦術の皇帝じゃなくてもいい。僕はただサッカーをやっていたいんだ。君のおかげで気づいたよ。何をくよくよしていたんだろう。今の僕はね、サッカーそんなに上手くないかもしれない。でも僕も君と同じようにサッカーが好きだ。大好きだ。だから僕もまだサッカーを諦めたくない。うん。僕は戻ってみせる、あのフィールドに。僕は帰ってきた、このフィールドに。月光丸、ツバメ返し。この程度のメロディーか、止める。忘却のそなた。大阪ユーマ、復帰早々華麗に得点を決めた。竜巻。これって何が起こってるの。成功だ。はい、はじめまして、風丸さん。野坂です。野坂、お前あの野坂か。もういいのか。はい、ご心配をおかけしました。もうじき復帰できそうです。そうか、よかったな。で、お前が俺にかけてくるってことは何か魂胆があるんだよな。さすがに鋭いですね。実は頼みたいことがあるんです。頼みたいこと。特訓です。そう、僕は風丸さんにみんなにその全貌を秘密にして特訓してもらった。その正体はこれだ。グリッドオメガバージョン 2.0。何が起こってる。俺たちのあの特訓はグリ
夢が生み出すためのものだったのか。なんだ、何が起こった。まさか俺たちが全滅。おっと、野坂が放った緩やかなボールはゴールに向かって転がっていくぞ。まさかこれが入ってしまうのか。ゴール、日本が逆転。なんということだ。ウズベキスタンは全員がフィールドに倒れた状態。転がるボール。そういえば君たちには言ってなかったね。僕はこの手で世界を変える。決め台詞一緒じゃねえか。野坂優馬、完全復活だな。お帰り、野坂。優馬、ロッカーの中を調べさせてもらうぞ。え、何ですか。おお、ちょっと。このケースの中身は何だ。起動の時と同じ手か。何。ああ、それですか。チョコマーブルですよ。試合の後って甘いもの食べたくなるんです。あ、よかったらお一つどうぞ。チョコマーブルだと。お前、一体何をした。何のことかな。とぼけるな。ああ、そういえば後で気づいたんだけど、持ってきたチョコマーブルを間違えて君のロッカーに入れちゃってたみたいで。でもなぜか僕のロッカーから出てきたんだよな。まさかユマ、貴様。ああ、そうだ、一星君も食べる？チョコマーブル。いらないか。じゃあね。一星は小さい頃に父ちゃんを亡くし、一人ぼっちになったらしいんだ。どうしようもなかった時、あいつを助けたのがオリオンだった。現場は国道246号線付近、乗用車7号を乗車3名の受け入れをお願いします。うち1名は心肺停止。乗車3名了解、こちら受け入れ OK です。よかった。具合はどうだい。3日間も眠っていたんだよ。どうしたんだっけ。そうだ、車で事故に遭って。お父さんは。ねえ、お父さんは。はじめまして、一星君。君は優秀なサッカープレイヤーとしてのセンスを持っている。私たちは君を支援したいんだよ。支援？どうして遠藤さんはそのことを。サッカー記者の人から聞いたんだ。オリオンは身寄りのなくなった一星を助けた。だから一星はオリオンに逆らえなくなった。